アスキー。
ん、あなたは悪くないわ。本当に辛いのはみんなと別れなくちゃならないあなたなのに。え、うん、嬉しい。私も好き。うん、覚えてるかな、初めて話した時のこと。ほら、私があなたの生徒手帳を拾ったじゃない。あの時名前を知ってたのは手帳を見たからじゃないの。もっと前から知ってたわ。私1年生の時からあなたのことずっと思ってたの。せっかく思いが通じたのに。それなのに、で頑張っていますか？私は元気です。でも休みの日とか一人でいるとちょっと寂しいな。でも心配しないで、卒業すればあなたに会えるんだもの。それじゃね、あやねより。